まずは新幹線で東京から新大阪に行くので駅弁を買いたいと思います。めっちゃ美味しそう。いっぱい種類がね。やば。食べてください。美味しい？うわ。1位？2位か。すごい。こちらの部屋は非常に遠い一番奥から一個手前の部屋なので、はい、お部屋はこんな感じでございます。めっちゃ部屋だよね、ちゃんと。本当部屋素敵、全然いいね。そして海が見えます。窓からシャワールームとトイレ。歯ブラシあるのか。タオルとパジャマね。ちっちゃいタオルと大きいタオルとスリッパあるよ。あ、ドライヤーもある。はい、冷蔵庫もありますよと。テレビでかいですよと。いいですね、いいですね。あったよ、スリッパ。それではフェリー内を探検していきたいと思います。綺麗、綺麗。救命胴衣あるでしょ。タイタニックだったらさ、だんだん高い部屋泊まってる人から助けてもらえるから。上の方だ。そうだよ、今回デラックスだからね。すごい、銭湯後で入ろう。展望なのやばいよね。外が見えるってこと。海を見ながら。真っ暗か、夜だから。あ、いいよ。じゃーん、展望デッキに来ました。雨じゃなくてよかった。雨じゃなくてよかったね、本当に。雨出れないもん。そうだね。え、いい感じなんだけど。真っ暗だね。じゃーん、声は聞こえないよね。あー、結構うるさいね。タッチパネルあるやん。え、混んでいます。だってお風呂ね。来ました。あ、しまじろうやってる。キッズルームもございます。すごい、わ、楽しみだね。一通り見よう。琉球、大分県郷土料理だって。お茶漬けにして。お茶漬けか。え、おいしそう。すごい。これなんだ。あ、これが琉球だ。サバ生姜に肉じゃが、豚の角煮、手骨ハンバーグ、ウインナー、ニラ豚、カニクリームコロッケとかもあるんだ。フルーツ盛り合わせ。すごい優しい。じゃじゃーん。こんな感じで、はい、ママのは？やめて。テリスのいいんだけど、やめて。美味しそう。いただきます。もうめっちゃ動いてるね。ダメだ、見えないわ。反射して見えないわ。うわ、美味しそう。え、これでいくらだったっけ。2300円。分かんないよね。うーん、2品止まるね。美味しすぎる。急に始まるね。うわ、真上じゃん。こんなんじゃん。でもさ、ちょっときついんだけど、真上。上から見るともっときついと思うんだけど。なんかさ、プロジェクションマッピングってこういう感じなんだ。下ろせないの。はい、お風呂から上がりました。いかがですか。気持ちいい。最高。めっちゃ良かったね。なんかさ、展望
お風呂っていうからさ、露天風呂なのかと思ったらさ、露天なわけないから飛ばされるかということで、寝たいと思います。もうおやすみなさい。やばいですね、揺れが。寝っ転がると揺れがブルブルマシーンみたいな。台湾が次の旅行先台湾バレる旅行中に旅行を計画するタイプの人だから。チャンネル登録よろしくね。てんや、おはようございます。とてもいい天気で、はい、とてもいい天気でございます。何も見えないですね。なんか微妙、なんか夕焼け感夕焼け感。この揺れなんですかね。質問できます。やばかった揺れが。やばいですね。例えるなら洗濯機の上の10分の1くらいの振動がダダ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 って。なんか用とかそういうんじゃないんだよね。そう、なんか不思議な。8時に船を降りて京丹温泉に行きます。めっちゃいい天気だね。乗っていたサンフラワーです。また後でね。大分県に着きました。今8時で、京丹温泉が営業が9時からなので、こっから45分ぐらいなんだけど、歩いたら歩いちゃおうかなって。景色がすごい。めっちゃ山すごいね。すごい山道だよ。すごい坂道だよ。これを歩きます。大丈夫ですか。背中が燃えるぐらい暑いです。ね、背中燃えるぐらい暑い。やばい。すごい。足湯。熱すぎる源泉の鮮度をそのまま短時間で一気に冷ます。この木で冷ましてるってことだよね。すごいね。暑い。え、全然ぬるいよ。ぬるめだよ。わあ、いいね。卵、うわ、すごい。じゃん、食べましょう。なんかいい匂い。味付けなの？なんか色ついてるよね。うん、なんか味ある。おいしい。普通のゆで卵とは違う。うん、ほくほく。ほんとだ。うわ、ん、意味なし。あったかい。私君さ、半熟が好きだからさ、ちょっと半熟から飲まないと苦しくない。飲まないと苦しい。飲まないと飲まない。なんかあんま普通のゆで卵と変わんないから。うん、すごっ、太っ、うん、おいしい、うん、今からタクシーでお湯かけフェスに行きます。これかわいくない？これガチャガチャでちっちゃいの。チャンネル登録よろしくね。てんや、激うま？かわいい。お花だよ。なんかフルーツポンチ凍らせたみたい。キュウリ。うん。シンコみたいな。うん。ちょっと。うま。ね、びしょびしょだったけど全然乾いた。チャンネル登録よろしくね。てんや、はい、お持ち帰りで食べます。今日の夕飯は何？亀翔。別府で一番美味しい回転寿司。弾力すごいね。うまっ。うん、おっきい赤身。これに乗
って帰るよ、待つよ。昨日と同じ景色を撮るっていう。明るいね、そうだね、明るいわ。うん、お土産売り場、はい、ではカボスハイボール、見せてママはこちら、つぶらなカボスジュース、うん、つぶつが入ってる、うん、乾杯、乾杯、えい、かわいいこれ、んおいしい、パパおしゃれなんですよ、うん、あー、そしてカボス塩ミックスナッツおしゃれ、え、おいしい、それ飲まして、なんか思ったよりは全然、あ、全然甘いじゃん、うん、みかんジュースって感じ、そんな柑橘の感じ、蜂蜜を加えてたって、あ、だからか、あ、これも紹介、はい、はい、こちらじゃじゃん、ジャガビーの柚子明太子味、柚子明太って初めてじゃない、めっちゃ美味しいと思う、ちょっと開けてみて、大分県はカボス生産量日本一、カシューナッツが一番好き、いただきます、うん、海する、する、する、うん、え、アーモンドいい、スッパムーチョの粉みたい、あ、ほんとだ、え、すごい、でもね、うん、あ、美味しい、ジャガビー食べます、うん、不思議、明太子だけでいいなんか明太子の生臭さが出てない、うん、なんかね、うん、しかもさ、味薄くない、味薄い、ね、うん、ジャガイモの味がする、むしろジャガイモの味する、ね、チャンネル登録よろしくね、てんや、天気がいいですね、暑いですね、さようなら、サンフラワー。どうでしたか、サンフラワーは。サンフラワーは良かったです。良かったです。最高。怖いです。83。え？待って、857が最高ってこと？やばくない？疲れた、ちょっとやってみろ。チャンネル登録よろしくね。チャンネル登録よろしく。